郝山線は台湾のカトリック教会聖職者。新元開始で現在台北教区大司教であり、初の台湾出身の大司教でもある。郝山川は宝庫県に生まれ、本籍地の海洋試験、竹崎号で成長した。家族は5人、兄弟、3人姉妹であり、兄弟の中で長男の郝山川と次男の郝山武氏が聖職に従事するかは、 4番目の兄弟である、ヒロシダンクスの木が創立した、カズタ EA 翼で、残りの兄弟と共同経営をしている。高校時代、カトリック神徒であった、同級生の影響で教会に触れ始め、1962年に受選。1973年6月23日に、フィリピンで神父に除会された。主任司祭を以外にも、教会の組織で多くの職務を担当し、 並びに、加よしし夫人中学の校長を長年にわたって務めた。そして、加よし広人女中、高雄市明星中学、平東健新機構中、台北市政州女中などの多くのミッションスクールの理事を兼任した。そのユーモラスな話し方で名高く、天主教官獄福務者を創立した。1991年、大学特有教師及び、 中華民国私立教育事業協会行動賞を獲得した2006年1月16日、教皇ベネディクト16世により、カトリックカヨシノリク司教に任命、2006年2月28日に、カヨシシ夫人中学で除外された。2007年11月9日、教皇ベネディクト16世により台北大司教に任命、同年11月25日に、 台北の聖母無限在死教座道で着座した。第二バチカン公会議後の聖職者によく見られるように、諸宗教対話には熱心である。2008年8月、ギランケンラトーチンの聖母商天堂で50周年、記念のミサが捧げられたが、道教の教文が読まれ、土地の神もミサに預かったため、近所の住民は、教会が道教の病に変えられたのかと思ったという。 広大司教は、信仰を持つことは、いいことだとして異なる宗教との交流に、歓迎の意を示した。利用。旅修練。昇発気候信仰人高知保運動。大紀元集法。http コロンスラッシュスラッシュニュース .epochtimes.com。テイラーワッツ。631。 22674HTM2008 年10月18日閲覧。h t t p w w w t i a n z h u o r g t e l a w a t t t z b o d l p h p id イコール1만 6054http コロンスラッシュスラッシュ www.tianzhu.org スラッシュテラーワッツスラッシュ tz ボードル php id イコール1만6054ありがとうございます